うん、高田かおー、お願いします。お願いします。第1問、インスピの中で一番仲のいい同期は。はい、ということで問1、はい、はいはいはい、あ、もうみんな大丈夫そう、回答できそうですか。はい、じゃあそれでは、ちまちからお願いします。はい、僕の回答はちまちです。ああ、はいはいはい、なるほどなるほど。じゃあそれでは、なおまきはどうですか。あ、ちまちですね。ああ、ちまちちまちちまち。え、じゃあそれでは彼はそういうと思います。ああ、いよいよはちまちです。ああ、ちまちちまち。え、なんか理由とかある？もう来年の、うん、あの春から二人で住むことが決まっていて。おー、そうなんや。え、マジ、え、本当に。そうなんや。マジで二人で話をする。そうかそうか。誰も勝てへんのよな。なるほど。それでは、よかったらどうしよう。正解動画流します。これ正解ったらどうしよう。一番いい仲の同期か。やっぱそれはもう、はい、即答っちゃ即答ですね。あの、同期のちまちくんっていう人ですね。うん、やっぱり ね、住んでる場所が一緒っていうのがでかいですね。あ、そうなの。なるほど。バイト先まで一緒なの。はい、ああ。そうちゃうけどな。じゃあ、それでは問いに行きます。はい。で、第2問。サークル内の異性と入れ替わるなら誰がいい？サークル内の異性と入れ替わるなら、はい、サークル内の異性と入れ替わるなら誰でしょう？え、ちょっと待ってください。はい、じゃあ島地からお願いします。はい、と同期のパンダって言うと思います。おお、パンダ、パンダね。はい、じゃそれでは直巻は、僕は同期の千かと思いました。あー、千。うん。ゆうゆうはキキ。あー、全員違う。全員回答違う。すげえ。なるほど。じゃあそれでは正解動画いきます。いやー、これむずいなー。あー、でもあれですね、同期にパンダちゃんっていう同期がいるんですけど、はい、めちゃくちゃ歌がうまいんですよ。はい、そう、入れ替わってもうガンガンに歌いまくってチヤホヤされたいですね。なるほど。あ、パンダとキキで迷ったんや。俺もパンダ浮かんだんだよな。じゃあそれでは3番いきます。第3問。はい、どんな願い事も一つだけ叶うなら何を願う？はい、どんな願い事でも、はい、叶うなら何でしょう？無限にあるやん。なおわき、むしゃむしゃパニってるやん。難しい、難しい。OK です、じゃあお願いします。うん、どれだけお菓子を食べても太らない。ああ、お菓子好きなんや。食べとか、なんかね、お菓子を食べたりコーラを飲んだりして太ってることを気にしてて。はい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 、ああ、なるほどなるほど。じゃあ長巻はどうでしょう？どれだけ寝坊しても怒られない。ああ、寝坊ね。だと思います。なるほどなるほど。結構寝坊する方ですか？だいぶですね。あ、だいぶ。なるほどなるほど。OK です。ゆいゆいはどうでしょう？生活力。あ、生活力。生活力。え、どういう意味ですか、これは。なんか全般的に生活が回ってない気がする。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、正解動画いきます。入る学部間違えたんで、一回高3に戻って、阪大の経済学部に入り直したいです。
今工学部なんですけど、なるほど、向いてないんで過去に戻って違う学部になりたいです。はい、ということでした。運転してるやん。これは難しいや、でも。はい、正解だ。4番目いきます。第4問、カラオケのお箱かっこ一番よく歌う曲は？カラオケのお箱か。はい、ということでカラオケのお箱はないでしょう。曲名忘れた。曲名忘れた。俺も忘れた。 OK です。じゃあ千葉からお願いします。カルル。あ、シャルル。なるほど、なるほど。ナオマキはどうですか？プリテンダー。ああ、うん、プリテンダーね。はい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 。じゃあそれでは、ユーユーはどうでしょう？プリテンダー。ああ、プリテンダー。確かにどっちも歌うよな。はい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 。じゃあ、正解でお書きます。これはですね、アニソンなんですけど、ライオンっていう曲ですね。高くない？あの、奥下ですね。なるほど。男の人のやつは元気で出ないんで、女の人のやつを奥下で歌うっていうのが僕なんで、ね、ほんまに歌うやつやん。ということでした。いやー、迷って当てるかった。なるほど。5番目いきます。第5問、自分を漢字一文字で例えるなら、これなかなか難しい質問ですね。あ、どうですか？回答できそうですか？はい。はい。それでは、ちまちからお願いします。怠惰のだ。ああ、はい。理由聞いてみた。どうかな。いや、なんかまあ、さっきね、生活力って話があったけど、なかなかちょっといっぱい寝ちゃったりとか、してくるかなと思ったけど、これもし不正解やったらほんまにごめん、高田。なるほど。OK です。じゃあ、直樹、どうぞ。僕も、怠惰の怠と怠惰のだもどっちも勘なんですけど、まあ、例えばパーカスなので、まあ、あの、打つっていう。はい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 。思いました。なるほど。はあ、はあはあ、了解です。じゃあ、ゆうゆうどうぞ。なわきと一緒、打つ。ああ、はい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 。連打得意やし。カップルってなかなかないのにな。すごい、回答が。オッケーオッケー。はい、じゃあ、それでは、正解動画いきます。クズ。これは予想できへん。嘘やろ。ここまでヒゲしてくるんですか。なるほど、なるほど。おしくずのくず。さすがっすね、これは。はい、だより、よいもん。OK です。じゃあ、6問目いきます。はい。で、第6問。はい。昨日何食べた？昨日か。高田のこと知ってるクイズじゃなくなってるもん。よく訪問クイズ。全然正解してないもん。あ、行きますか。はい、じゃあ島地からお願いします。ラムーっていうスーパーのお惣菜のスパゲティ。おお、さすが、さすが、なんかめちゃくちゃ具体的。なるほど。 OK です。じゃあ直樹お願いします。中宇の牛丼。あー、食べてそう、マジで。なんか好きそう。オッケーオッケーオッケーです。じゃあゆうゆうお願いします。ちまちのチャーハン。あこれ来たね。これすごい予想できんかったけど正解かもしれない。はい、じゃあそれでは正解動画いきます。あ、あれですね、4割引きのスパゲッティですね。答えは4割引きのまで入れて。ああ、そうですね。結構大事なんですよ。はい。4割引きのものしか食べてないんで、最近。そうですね。あ、見えました。
4割引き。いや、ちまちすごいすごい、これ当てるのすごい。スーパーでよくこう、バイト終わりに一緒にスーパー行ってご飯買うんやけど、あそこで10時ぐらい、夜の10時ぐらいに行くから、全部こう4割引きのお惣菜の。はいはいはい。そのスパゲッティを買って。いやいやいや。あのもう会話が夫婦の会話なんよね今の。激レース。すごいすごいすごい。オッケーすごいすごい。じゃあ7番目の質問いきます。で第7問。はい。はい。女の子の好きな仕草は？はい。女の子の好きな仕草はないでしょう。本当にむずいなこれ。だって。隣の SNS に上げていいことってことやんな。最初そうそうですね。そうですね。ああ、じゃあ、ふざけれへん。じゃあ、それでは、しまちからお願いします。Twitter の DM をくれること。ああ、はい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 、はい。しっかかな、これ。なるほど、OK です。なわけはどうでしょう。女の子がキャピキャピはしゃいでるのが好きかなと思いました。あ、そう、キャピキャピはしゃいでるのを見るのが。見るのが。あ、なるほど。はいはいはい。OK です。ゆいゆいはどうでしょう。ドインキャから話しかけてくれる。ああ。ありそう。OK です。じゃあ、それでは、正解動画いきます。いや、これ、難しいんですけど。椅子に座るときにこうスカートをパッてやってから座るっていうのがね、はい、好きですね。当たるか。なんやねん。聞いたことない。これやばいなこれ。あの時言ってたなぁともならんもん。いい SNS いいのか。まあ、ギリいけるかなって感じが、ほんまに。OK です。じゃあ、8番目いきます。第8問。今近くにあるものを見せてください。はい。じゃあ、それで、モノボケをしてください。これで、モノボケをする？はい。どのようなモノボケをしましたでしょうか。じゃあ、ちまちからお願いします。自分でピッチャーでボール投げて、このビデオカメラのパコパコしたところで打って、野球のモノボケをすると思います。ああ、はいはいはい。なるほど、なるほど。OK です。じゃあ、直樹どうでしょう。映画館のこれをドゥッ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 ってやるかなと。ああ、はい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 、ぽいぽいぽい。OK です。じゃあ、ゆゆ、どうですか？自分のパーカスに合わせてカスタネットって言いながらパッと。ああ、それ、壊れるやつね、カメラさん。OK です。じゃあ、正解とかいきます。OK。ちょっと合ってるのか分からんけどな。いきます。どうも、映画どうも。ちょっと違うな、これ。ちょっと違うな、これ。すげえ。すげえ。当ててもうた。ああ、いや、すごいわ。当てたのがまずすごい。ほんまに。でかいでかい、これ。じゃあ次の9番目の質問いきます。第9問目。ワンボのウィンターライブ、インスピのウィンターライブ、それぞれの今年のライブのテーマは？はい、ということで。これは、たかたかボケる可能性あるんかな？うん、ボケるかもしれへん。確かに。じゃあ、それでは、ちまちからお願いします。ワンボが夢で、インスピがフィーバーで。あなるほど。OK ですね。直樹、どうでしょう。逆に、インスピが有名で、ああ、はい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 。ワンボがフィーバー。はい、逆に言うパターンね。OK です。ゆうゆうはどうですか。ワンボが夢、インスピがフィーバーです。ああ、はい。なるほど。めっちゃ書いてくれてる。
OK です。じゃあ、それでは正解動画いきます。あれですね。俺知ってますよ。あの、僕ファンなんでね。ワンボノが、夢ですね。で、インスピがフィーバーですね。はい。むちゃくちゃ普通やった。はい、最後の質問も終わりました。ということで、ちょっと点数を、計算させていただいたんですけど、正解の、はい。今回、高高王の優勝者は、んー、しまちです。おめでとうございます。ありがとうございます。さすが、みしゃみ、一番のね、ベストフレンドとして、おめでとうございます。スパゲッティは勝てん。みんなありがとうございました。高高王でした。ありがとうございました。ありがとうございました。